回はコラボ企画ということでですね、あの素敵な YouTuber のファミリーが来ていただいております。それではお呼びしましょう。チーメロファミリーです。どうぞ、イエーイ、ようこそ。じゃあ自己紹介お願いします。はい、せーの、おはよう。チーメロだよ。ファミリーだよ。チーメロだよ。ありがとうございます、はい、ということで、わざわざね、はい、チーメロ性が遠いんでしょ、はい、で小平のね、このね、ギタリング体操クラブにわざわざ、はい、ね、で、まあ、あのチーメロちゃんの YouTube では、はい、バク転2人にね、頑張って教えました。頑張ったよね、はい、なかなか頑張った。大丈夫、覚えてる？さっきやったばっかりで覚えてる？バク転大丈夫？覚えてる。まあね、今回、まあ、この僕のね、はい、YouTube ではね、あのいつもやってる親子体操ね、これ僕上げてるんですけども、それをチーメロファミリーにね、やってもらおうと、はい、いうことで頑張ってもらいたいと思いますが、はい、ね、そんな難しくはないんで、はい、あの親子体操は、はい、ね、ただしっかりこう体をね、お母さんも一緒に動かしてもらおうという形で得意です。得意なんですね、はい、一応バレエをされたと。もともとバレエやってましたよ。やってました、やってました、はい、どのくらいの期間やってたんですか？4歳から、あら、小6まで。小6まで、はい、意外に短いです。まあでも、うん、幼少期それやってたっていうのはなかなかね、はい、いいことなんで、はい、ぜひ、まあ、準備体操さっき終わってるんでね、はい、まずは柔軟をみんなでやってみましょうか。はい、ね、はい、まずは座ってください。じゃあ伸ばして座ってください。じゃあ3人とも座ってください。はい、ね、ではじゃあ前に前屈しましょう。よいどん。お、姫ちゃんはなかなかね、姫ちゃんはなかなかいいですよね。まあ、リュウもなかなかですけどね。リュウもまあ頑張らないといけません。お母さん、はい、意外に、はい、お母さん、はい、意外に硬いですけど大丈夫ですか？お母さん、え、お母さん全然ついてないですけど。おかしいですね。気持ちはついてるんですよ。べったりです、ね。ちょっと横向いてもらっていいですか、お母さん。ちょっと横向いてもらって。まあまあこっちで、はいはい、ちょっとどうぞ。意外にバレエやってたと思えないぐらい硬いですけどね。大丈夫ですか、お母さん。本当にバレエやってたの、ね、やってましたよ。言ってやれ言ってやれ。いや、全然今やってないですね。いやいや、やってましたよ。柔軟やってますか？いや、柔軟ですか？やってますよ。嘘でしょ。嘘つかない。絶対やってないでしょ。嘘つかないよ。ね、嘘やろ、やってないでしょ、お家で。やってないよ。ほら。じゃあ開脚やります。じゃあちょっと下がってもらって、まあ姫ちゃん一番柔らかいですね。ほら見て、姫ちゃんなかなか、ほら、わー、すごい、いい感じです。すごい、さすが姫。あー、うまだから、あー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 、リュウ、はい、頑張って、はい、リュウ頑張って、はい、お、リュウ頑張れ、リュウ、さっきやったから、さっきやったから、さっきからやってるから柔らかくなってるからな、なかなか息吐けよ、息、息を吐くんだ。なかなか、なかなかいい感じで、いいよ、いいよ、オッケー。じゃあチーメロママどうぞ。ママ、え、ベタベタな見えてません？いやいや、え、ベタベタについてないの見えますけど、全く、ちょっと待ってください。足がだいたい開いてないんですよ。そうそう、あ、ちょっとほら、二人でちょっと開いてる。そうそうそう、はい、膝伸ばして、はい、やばいやばいやばい、はい、で前に行ってください。はい、前に行け。全然いてないでしょ。はい、早く、はい、え、バレエでやってたでしょこれ。ちょっと待ってください。前 やってましたよね、これ。やってましたよ。バレエでは。もうべったりでした。べったりですよね。べったりで足くるんできましたよ。本当ですか？はい。今やって。いや、ひげ食べたら。じゃあ持っといてな。ちゃんと押さえといてよ。痛い。痛い。あー、痛い。痛い。曲がってないですよ。チーメロさん、曲がってないですよ。曲がってないです。冗談抜きで。全然いってないですよ。痛い。痛い。これ大問題ですね。バレエやってないやろ。バレエやってたって言ったら、バレエやってる人怒られますよ。じゃあブリッジ、まあ、じゃあちょっと休んでてください。ブリッジ、じゃあブリッジ、いやいや、ブリッジはじゃあ2人先やってもらいましょう。2人、なるほど、ブリッジ、はい、ブリッジはできる。よーい、どん。頑張れよ。
お、いや頑張れ。これ、ね、もうちょっとグッ、そうそう。あ、でもちょっと柔らかなったよ。さっきバックネやったから。すごい。柔らかなってる。あ、いい感じいい感じ。頑張れ頑張れ。いい感じいい感じ。頑張れ。オッケー。じゃあいいでしょう。ね。君たちのブリッジは君たちの YouTube でも見れるから。さあお母さんのは見てないからな。いや、ブリッジはできます。お母さんのちんめろちゃんのブリッジを見、お上から上からやるのかな。さすがにヤンキーやろ。はい、いきます。どうぞ、よいどん。お、痛い。褒めてあげたいけど中途半端で褒められへん。腰痛い。褒めにくいな。もうちょっとちゃんとできたら、中途半端にできてるようなできてないような。嘘。いや、ちょっと、もう一個お願いします。おかしいな。中途半端やな。ビシッとやってくれたらいいですけど。完璧やったと思うんですけど、ね、お願いします。はい、よーい、ドン。何？ごめん。ママ、ちょっと伸ばさない伸ばさない。足もさ、なんか知らんけど横に真横に向いてんねんけど、なんかハの字になってる。おかしいやな、不正や。足がなんか排除のハの字になってる。え、できてますよね。できてませんよ。ないです。お母さん、できてませんよ。え、ちょっとちゃじゃあ、まあ、あの直しますから僕は。え、はい、やってください。直すとこなんと思います。直すとこだらけです。足をまずこのままやってくださいよ。このまま、はい、どうぞ。リュウちゃんと同じや。リュウよりも広いかもしれんよ。リュウよりもできる。まっすぐでちゃんと膝を伸ばす感じでお願いします。まっすぐでね、まっすぐで、はい、っぐね、いきますよ、よーい、ドン。やろうとは、なんでこんなブリッジだけでこんなおもろいんや。やろうとはしてるの分かるんですけど、あのね、やろうとはしてるんですけど、昔の面影がちょっとあるんですけど、今の硬さではできないです、あれは。なるほどね。気持ちと体力が、体が全然マッチしてないんですよ。やろうとしてることは分かるんですけど、全然柔らかくないんで。あれおかしい。じゃあちょっとやってください。ちょっと柔軟しますから。はい、ブリッジやってください、今の、ね、はい、どうぞ。はい、本当に、はい、これね、全然曲がってないですよ、これ、うん、これ本当、こうなるこうなるんですよ。さあ、それではここからは親子体操をやってみたいと思います。ね、準備体操終わったんで、はい、で、ちょっとですね、見本にめぐみ選手にちょっと入ってもらって、めぐみ選手がこのね、りゅうくんとひめちゃんの役です、はい、ね、はじめどうやるかね、まずはジャンプやってもらいます。これジャンプです。足伸ばして、膝伸ばして、ここからね、よーい、飛んで、足を閉じて、ぴょんぴょんぴょんと、ぴょんぴょんぴょんと飛びます、はい、これ10回で、これが1、こ、あの1回ずつ止まらないように、これダメですよ、はい、ぴょんぴょんと、あと足をちゃんと閉じて、ぴょんぴょんと飛んでください。で、その次、足を開いて、せーの、1、2、3、4、5、これ10回、はい、ほんで、あの背中合わせでやりましょうか。はい、先に謝っときますね、はい、あの運動音痴なんで足踏んだらすいません。ちょっと頼むで、頼むで、ゆう行くぜ。じゃあ行きますよ、横跳びから行きます、せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK、 怪しいな、おい、危なかったな、ゆう大丈夫。はい、じゃあ今度グーパーいきますよ。グーパー10回ね、10回でちゃんと止めないと、これ息合わせて止めないと足踏むときありますからね。そう、10回でいくよ、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 ちょっとリュウ全然飛んでないし、ちょっとリュウ、はい、もう一回ちゃんとジャンプして上に、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 危ないリュウ。
はい、じゃあ今度難しいやついきますよ。ケンパケンパグーパケンパケンパグーパーです。いきますよ、パーからいきますよ。パーですよ、パー。子供はパーですよ。パーいくよ、せーの、ケンパケンパグーパー。パー忘れてる。ちょっと見ててあげて。ちょっとパー忘れないで。いくよ、せーの、ケンパケンパグーパダメだ。グーパーだよ。いや、グーパー。もう一回。ダメじゃん。もう一回いくよ。いくよ、せーの、ケンパケンパどこ行くんだ。だんだん低くなってるでしょ。違う、上に上に上がっていかなきゃ。わかる？上に上に低く低くなるから、どんどん飛びにくくなるの、足が。いくよ、せーの、ケンパケンパグーパー。オッケー。ちょっと待って、これ幼稚園でもやる技だから。さあ続いてやることはですね、トンネル。トンネル、大人はトンネルを作ってあげます。まず足のトンネルです。はい、でここから四つ足になって、子供は膝を絶対つかないように回ります。回ります。で同じ方向に帰ってまた回ります。これ早く5周。はい、四つのトンネルを5周ずつやってもらいます。で、まず足からね、これ足ぐるっと回るやつね。はい、こうか。そう、そっからね、膝つかないように頑張ってよ。膝つくなよ。はい、いきます、よいどん。はい、5周、はい、1、頑張って、2、頑張れ、3、はい、4、頑張れ、頑張れ、5、OK、はい、はい、じゃあ、こっちです。はい、お腹下で、はい、いくよ、よいどん、はい、1、頑張れ、2、頑張って、はい、3、はい、はい、はい、4、頑張れ、ラスト、5、はい、OK、早く回ってね、しっかりね。はい、今度はお腹上、チームママ、お腹上です、はい、お腹上です、はい、お腹上です。足が痛くて、いくで、いくで、よーい、はい、よーい、どん。低くなって通ればいいから。早く通って通れるから、早くお母さんしんどいよ。早くやってあげて。はい、頑張れ早く姫行って、早く。そうちゃんと低くなって。はい、はい、無理だって。じゃあ姫低くなんねんて、全部低くして、腹ばい見て、腹ばい見になっていくね。腹ばいになって、こうやって膝ついていいから、早く早くやって。はい、膝ついてもいいから、そう体をもっと平たくして、そうそうやって頑張れ。はい、頑張れ。すぐはい、すぐはい、はい、じゃ渡るときは膝つかない。はい、そこは膝ついてもいいから、はい、どうぞ。はい、はい、はい、頑張れ、そう、低くなって、こんなお母さんおるから、いつも。それ子供は低くなって、そこは膝つかない、そう、あれ、そう、こういうお母さんおんねん、これ全然上がってない、お母さんね、いつもやっておるんよ、これ。子供が大変が、そう、子供はそうやって通って、はい、はい、頑張れ、はい、頑張れ、そう、低くなって、はい、はい、そう、いいよ、はい、頑張って、はい、ラスト、はい、低くなって、はい、オッケー。はい、じゃあ今度は手のトンネル。ね、まだあった。はい、手のトンネル。ちょっと頼むで、蹴らんといてな、どうぞ。はい。蹴らんといてな、そう。蹴らんといてな。そこやで、そこ。そう。はい、回って。こっちから。そう。はい、はい。手を組んで、こうです。はい。はい。蹴んなよ。蹴んなよ。蹴んなよ。はい、違う。そう、いいよ。はい、頑張れ。そう、いいよ、うまくなってきて。はい、頑張れ。はい、はい。お久しぶり。はい、お久しぶり。蹴らないでよ。
蹴らないでよ。あと2周。行った。OK。で、OK。ラスト。はい。あと1周。頑張れ。頑張れ。蹴らんといてや。あと1周、頑張れ。はい。はい、あと1周。姫、頑張れ。頑張れ。そう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 。OK。はい、よくできました。さあ次はですね、これひっつき虫、地面にひっつきます。子供はギュって寝ますね。これちょっと膝、肘ちょっと許します。肘曲げるの、ちょっと足開くの、ちょっとだけね。足ひっくり返ったら負けです。これなったらイエーイ、絶対勝てる。はい、じゃあやってみましょう。はい、はい、ではいきます。これどっちか、どっちもやってあげてくださいね。どっちも。はい、いきますよ。あんまり肘曲げない、あんまり肘曲げすぎると難しいから。そうそう、それでギュッてチキついて全身力入れて、よーいドン。はいはいはい頑張れ頑張れ頑張れ、ほらほらほら、頑張って頑張って、もう一回、もう一回いくよ。よーいよーい、しっかりしっかり、よーいドン。そうそうそう、頑張れ。強かった、強かった。女よ、ほらほらほら、強かった。オッケー、いいでしょうね。じゃあ今度交代します。交代、しっかりと全身の力使って起こすようにして。2人は全身の力使っていきますよ。肘はちょっと伸ばしていきますよ。よーいドン。全然だぞ、リュウ。何してんだお前、力ないの。力というリュウなさすぎやろってね。力入れてるか、リュウ。いや、ビクともしない、多いじゃなくて。やってちゃんと。マジか、リュウ。これはやばいぞ。おい、全然力入ってない。もっと起こすの、起こす、ギュッて、ギュッて。早く、起こす、ギュッて、ギュッて。これ、大きいやろ、それじゃ。いや、困ったな。ストップ全然あかんよ。ちょっと、いやでもね、これはね、こうやってやろうとするでしょ。すごいさ、遊んでるようでさ、そう、全身ここでひっついてる時もすごい体幹を使ってる。体幹使わないと、ここがペロペロやとペロンってすぐひっくり返されてしまうから、わかる。だからすごいいい運動や。めっちゃしんどかったやろ。全然動いてないけどな。さあ最後の親子体操になります、はい。最後は、はい、チンベロママラッキーです。楽です、楽です、ね、大人はこうやって親間になってればいいです、はい、ね、でこれでこの周りを用意どんで回ります。用意どんでまず走るので回りましょう。で反対って言われたら反対回り、はい、ね、反対って言われたら反対回りして、ストップって言われたら後ろに走って回って、後ろからグンってこう登る。いいですか。これね、あの手を貸さないように、あの登れなかったらちょっと低くしてあげる感じで、はい、子供は自分の力でちゃんと登るっていう。なるほど。分かった、はい、それではね、最後のね親子体操ね、これお山登りですね。お山の周りをまず走りましょう。では行きます。はい、よーいドン。走って、はい、走って走って走れ走って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 走れ走れ走って走って走って、はい、反対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 、自分で走りがください。本当に大丈夫。反対反対だった姫。ストップ。はい、登る登る、後ろから登る登る、はい、かかはい、OK、登れた。はい、OK です。はい、ちょっと龍の走り方には問題ある。ちょっと大丈夫、こうやで、龍走るときな。そう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 、肘をちゃんと軽く曲げて走ってな。はい、いいでしょう。じゃあ今度は、はい、片足ケンケンで回りますね。で、ケンケンで回ってて、反対でやったらそのままの足で回ります。で、ストップの時だけ足を両足使っていいからね、後ろに登る時に。それまでは片足ケンケンでいきますよ。はい、ではいきます。片足ケンケン、どっちの足でもいいからね。よーいドン。はい、ケン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 、反対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 。大丈夫か、いや大丈夫か、ケンケン。ストップ。はい、登る登る、はい、登る登った登りました。はい、回る。いいでしょう。じゃあ反対の足でやりましょう。ケンケン、あ、ケンケン反対の足で、どっちでやったっけ、大丈夫、はい、行くよ。よーどん。ケン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 、反対ケン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 、ケンケン
剣もダサいなおい。ストップ。はい、登る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 。大丈夫だ。登る。はい、オッケー。じゃあ最後は、うさぎさんね、耳を作って足グーね、グーのまま足を閉じたままうさぎさんでもある。ああ、よかった。苦しいんじゃなかったよ。そうそうそう。足ずっと閉じといてね。はい、足割れてんじゃん。それダメよ。足ずっと閉じとくからね。はい、じゃあ最後いきますよ。はい、よーい、ドン。はい。ジャンプ、ジャンプ。ジャンプ、ジャンプ。そうそうそう。足閉じて、足閉じて。ジャンプ、ジャンプ。反対。反対。ジャンプ。足閉じて、しっかり。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。ストップ。はい、登る、登る。はい、はい。登った。はい。登った。オッケー。はい、オッケー。よくできました。はい、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ね、これまあ親子体操の一部ですけどもね、こうやってまあ親子でみんなで体を動かすというやり方です。ぜんぜんしてますね。なんで何もしてないやん。本当ですよね。した言うたって何もしてないやんっていう話ですけど、した、ね、あのりゅうはもうちょっと運動頑張ろうね。いろんな意味で。またお前かっこいいんだから、ちょっともうちょっと運動できるようにしようよな。いろいろトレーニングもそうだし、これは やってない、あのセンスの問題もあるから、やってるとセンスがつくから。分かった。でチメロママもちょっと少し、もうちょっとやった方がいいですよね。せっかくバレエやってたのにもう全く生きてないです。せっかくいい時期に6年生はやってたっていうのはすごいいいことなのに、全くそこからやってないです。全然ゼロだと思う。あのネイルもいいんですけど、体も動かした方がいいです。だからこれから毎日ね、みんなで3人もちゃんとしっかりお風呂上がり頑張ってやってください。はいね、みんなで押し合いしながら頑張ってやってほしいと思います。ということで今回はですね、チンメロファミリーとコラボ企画ということで親子体操やってもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます、ね、はい。それではですね、また、この池田育体操クラブのチャンネル登録、そして、はい、グッドのボタンよろしくお願いします。はい、はい、ということでチンメロファミリーでした。ありがとうございました。バイバイ。